メインスティーブのどっちか使おうと思いませんか。メインスティーブ練習する時間やったらもう俺はスプラトゥーンやるわ。最近うまいジョーカー増えてきた、まあ、いいことだね。ジョーカーやっぱキャラは人気だからね。こんなかっこいいキャラ使いたくなるからね。やっぱキャラかっこいいけど今手順が強いですか。ジョーカーは強いですよ相変わらず。むずいですけど普通の人には。原作でもねめちゃくちゃかっこいいですよジョーカーは。原作のジョーカーマジやばいから、ね、普通ペルソナマジやるべき。さすがに初心者にはスティーブとか分かりやすく火力高い方が強く見える。実際初心者には使えないよジョーカーとか。スティーブとかは練習すれば使えると思いますけど、スティーブとかカズヤとかが今出てきてなんとかなってんのって、なんとかなってるけど、なってないんだけど、なんとかなってんのってマジプレイヤーの努力だからね。スモールSP発売しますっつってさ、スティーブカズヤいたらめちゃくちゃ面白かっただろうな。誰も勝てないから今みんな仕上がってきたからなんとかなってるだけ。リンククルールが強いって言われてた時代は嘘ですよ。今でこそやっぱゲームが煮詰まってきたからあれやけど、初期の頃ってみんな立ち回りとかも全然うまくないし、ゲーム煮詰まってないからどうしてもやっぱ単純に火力が出せちゃったり、立ち回り簡単なドンキーコングとかって強いんですよ。初期は重量級とかって初期環境だとみんな強いんですよ。みんな強いというか普通に環境的に強いんですよ。ガノンで、ガノンドロフでさえも結構こいつやれんじゃないかな今作はって思ったぐらい、そう勘違いしちゃうぐらいには、まあ、やっぱ初期環境ってみんな煮詰まってなくて難かったんですけど、その時ですら俺はさすがにキングクルールは強くはないよと思ってましたね。これ強いわ。いやいや体でかすぎでしょっていう。技もなんか横の差し上げるやつないないじゃんみたいな。今のキングクルールってしかも強化されてますからね。空前とかまあもろもろ結構強化されてあれなんで。ガノンドロフってね、実は上 B しか強化されてないんだよ。そう考えると、あいつ意外と強いんかもなっていう。今作さ、なんか、あまたの弱キャラがさ、強化されてきた中で、ガノンドロフって実はね、あの上 B のあの当てた後の硬直しかね、確か強くなってないんだよ。初期の強、なんか弱キャラとしての中では、もう結構強かったな。カービィとかさ、もうだってマジ原型とどめてないぐらい強かったからね。魔改造に魔改造、ドーピングよ。もう最近のポケモンゲーセンみたいになってるもん。薬飲まして、王冠で鍛えて、謎の、みたいなのになってるからね、カービィ、マジ。そういうキャラがたくさんいる中で、まあ、全然、調整されてなくて、今のガノンいるんで。ガノン、強いんだな。ちょっと思った。いいキャラすぎる、あいつ。一回も調整見なかったけど、別にたくさんいるでしょ。ロボット調整されたんよ、一回も。こいつ。一応あのゲームの仕様の変更で弱体化を食らってんだけど、ビームとか。一回なんかね、このビーム根元とダメ、ビームのその本体が当たった時に、ガード構築がえぐいことになるっていう仕様があって、治ったんだけど、その仕様。謎の仕様があって、まあ、それだけ治ったっていうのなんだけど、まあ、それに関しては別に ロボットだけじゃなくて、まあ、他のキャラも影響を受けたアップデだから。ジョーカー空前一段の狙い方、ジョーカーの空前一段の狙い方はねないです。ヒット確認がむずいんで、ヒット確認だけ頑張ってください。ジョーカーの空前一段って正直ね、なんか別に当てることとかガチじゃなくて、本当に当たるとき当たるし、当たらないとき当たらないんですよ。相手が警戒してたら当たらないし、警戒してなくても別に判定がめちゃくちゃでかいとかないんで、当たらないとき当たらないんですよ。本当に噛み合わない、まあ、回避読みとかやったしたら、まあ、噛み合いじゃないんですけど、まあ、それもかなり読めてないと当たんないんですよ。大事なのはヒット確認です。ヒット確認がむずいんで。ヒット確認と空中か地上か確認がめちゃくちゃむずいんで。空中だったら跳ねな日でダウンするんで、大抵。まあ、そうやったら、まあ、弱でダウン連したり、そのままスマッシュ打ったりとかしなきゃいけないし、逆に跳ねるならまあ空上落としとか、なんならそのまま上スマとか選択しなきゃいけないときはいけないんで、まあ、それがむずいっていうのはある。当たるか当たらないかはもうもうたくさん振って、当たったら、っていう感じなんで、正直そんなにね、なんか研ぎ澄まして打ってるわけじゃなくて、結構数打っちゃうみたいなとこあるんで、ヒット確認がマジむずいから、別にコスピラコスって当たる、当てることなんで多分難しくないから、そんなリッチのつかみからのコンボ、上投げと下投げの使い分け、下投げからコンボが伸びる時は下投げだけど、下投げからコンボがそんなに伸びたい時は上投げ。リッチの投げって見た目あんま変わんないから、みんな気づいてないかもしれないけど、ゲッチュの投げってバチクソに%高いんですよ。実は下投げって、ゲッチュの下投げってあれ 4% ぐらいなんですよ。けど上投げってなぜか知らんけどあれ 15% ぐらい入ってるんですよ、ゲッチュの上投げって。普
通に下投げからの方がコンボが入りやすい時は下投げするんだけど、まあもう下投げと上投げやった時でコンボ変わんないなって時は絶対上投げした方がもう初動のパーセントが違うんで、まあ、当然上投げを選択するって感じだな。締まりキャラ付きが一定数いる、環境に刺さる、コンボも比較的簡単、ビジュアルもいい、これらの条件が揃っても月光が使いが全然いないのはなぜだと思いますか。月光がなんでだろうね。むずいからかな。むずいからっていうか、なんかね、結構特殊なんだよな、あのキャラやってることが。むずくはない。なんか、月光が、でやることさえ覚えてしまえば、まあ、そんなにむずくはないんだけど、あのキャラ自体は。結構特殊なんだよね。まあ、スマブラ SP では珍しい立ち回りしてるから。まあ、ちょっと、まあ、あと、ジャンプとかもね、ちょっと特殊だし。まあ、そこにさえ慣れればそんなに難しくはないんですけど、とりあえず触った時に、ああ、まあ、月光がなんか変だな、つってやめちゃう人が多いからじゃないかな。慣れればね、マジあのキャラ、そんなに難しくないし、おもろいキャラなんで、かなりおすすめなんですけど、まあ、なんか、最初のハードルが高いんだろうな。精神と時の部屋あるなら、俺全然、月光が使いになってもいい。ぐらい月光が全然好きだけど。まあ、あのキャラ向いてるし、梅村の海外で俺もね、あんま把握したいんだよ。把握したいし、やっぱ海外から来るって結構大変だから、まあ、半ばドタキャンみたいなのがあっても正直仕方ないっていうか、まあ、申請はしてても、いざ来るかってなると、まだ話変わってくるっていうか、まあ、今ちょっと申請欄にいる海外でも、まあ、来れるかわかんないっていうか、まあ、わかんないよ、正直。予想できない。実際本当に誰が来るのかは。なんかもう、剣とかシュートンとか、まあ、俺も、だけどさ、なんか海外行きすぎてさ、なんか、みんな感覚狂ってるかもしんないけど、あいつらがこっち来ることって、剣とかシュートンがあっち行くことよりも全然少ないから、過去に日本に来たことがある組は全然来てもおかしくないけど、賞金が出る出ないとかじゃなくて、まず本当に普通に来るのが大変だからっていう理由だと思いますよ。別に多分30分とかで来れんなら来るじゃん。俺らは、まあ、世界大会っていうか日本以外の大会に行くならもう日本を出るしかないから、俺らは飛行機乗って行くけど、奴らはそうじゃない。自分の国で世界大会開かれてんだから。動かない。あいつら国がでかいから、プチ旅行みたいになってるけど、毎回。プチ旅行っていうかもう普通に旅行だけど。アメリカとかも国でかすぎて。端っこから端っことか行こうとすると、余裕で日本のことを超えるから。そういう意味では別に、あいつらも苦労はしてるんだろうけど。国は出てないよ。そうそう。国出るってなると思います。いろいろ何かな。時差ボケとかもあるしね。隣の州に行くのに車で片道10時間。車はそれかかるだろ。俺もぼちぼちパスポートを取り直さなきゃいけないし。イーサマそろそろ日本住むって言いそう。イーサマ日本住んだらおもろいな。まあでも日本いい国だからな。日本が飯とかそんなにうまい国じゃなかったら余裕で海外行ってんだけどな。向こう行ったらってこっちの人と遊びたくなるしな。剣とかシュートンとかもちろんだけど。普通にさ、お家出て試合となんか遊びたりするの好きだからさ、それができなくなるってだけで正直しんどいわ。これはね、まあ別にお家大好きなんで、アウトドア派かって言われたら全然アウトドア派ではないんですけど、アルティメットフッカル男なんで、俺マジフッカルだよ。マジフッカル。うん。友達がそんなに多いかはわかんないけど、ちょっと。何日か前とかに誘われてユニバとか行っちゃうからね、東京から。ユナイト界は若い。そんな若くないよ、ユナイト界は、ちなみに。みんなが知ってるような人たちは若いかも、若いかもしれないけど、ロールとかさ、なんか他のモバイルスター GG とかもいるから、普通に。そんな若くないんだよ。上位で酒強い人、酒強い人も光るとかじゃない。剣とかね、シュートンとか、あの辺はやっぱあんま飲まないから。飲みに行くってなると、やっぱなんか光るとか、生綿さんとか、魔王さんとか、行く方が多い。あんま酒強いやついないんだよな、あの剣とか、あの辺の一派。俺も別に強いわけじゃないんだけど。その武田さんとかね、その武田さんとか、まあ、そう、あの辺になると飲むから。結構酒飲むと眠くなるタイプなんで、ちょっと飲んだぐらいじゃ全然酔わないし、眠くなるぐらいだからね。というわけで、まあ、みんな行ってきますわ。お疲れ様でした。